あ、水分取っときよ。取っとるか？取っとるか？水分取っとるか？よし。お願いします。でした。みんなもね、学生の頃とかに初恋とかしたんじゃないかい？した人、初恋大人になってからかい？アイドルに恋してる人。あ、俺ね、ちょいちょいね、いいよね、わかるよ。でもね、私ね、アイドルにね、好き好きって言おうたらね、ちょっと好きって言い過ぎって距離置かれたので、みんな気をつけてください。はい、ですね、こんなことをお話をしたいわけではなくてですね、先ほどデカさんに、主催者さんの方に、今日この後ビンゴ大会があるってお話を聞いたんですけど、皆さん知ってました？あ、知らん人もおるけど知ってる人もおった。なるほど。この後ビンゴ大会があって、なんとみんなのグッズがこうね、当たったらくじ引きで順番で誰かの景品がもらえるという素敵な企画がございますので、ぜひぜひ最後まで残って参加していただければなと思います。その時ね、司会もさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。例えば物販で使えるチェキ券とか、こういろいろね、お土産とか、もうなんかそれなりのものを用意してくださっているので、楽しみにしていてください。では次の曲に行こうか。あら、可愛らしい。あら、あらまあ、
ういうことするけ捕まるんよ私ね。そう、さっきね、あの抱きついたらね、あの後ろの方におったね、あのファンの方にね、ゆかりのファンに殺されるよって言われた。そんなことないって。ありがとうございます。じゃあ次の曲に行こうかなと思うんですけど、準備大丈夫そうですか？次の曲、名前にちなんだやつで合っとる？合っとる、合っとった。はい、次の曲はですね、私ももの名前にちなんだあの曲をやるんですけども、あの多分ね、年齢的にねぶっ刺さる人が多いと思うので、あのね、手拍子だけでも持ってくれると嬉しいです。では2曲連続よろしくお願いします。1曲目、桃色片思い、I'm not afraid to die.
残酷な天使のように少年よ神話になれ。はい、今エヴァンゲリオン映画をやってるので歌ってみようと思います。青い風が今胸のドアを叩いて、私が いいですか？ありがとう。みんなも水分補給してな。おいおい、マーライオンはおるんじゃねえ。あのねさっきね、マーライオンって口で普段言うじゃん。コールでできるときはね、できんから手拍子でするなって予告したやつがおって、ダメよ、せんよ。振りじゃねえ。いや、はい、ロコパのそういうとこ好きです。はい、では
ゃあ私もね、じゃあ最後の曲入る前に告知をさせてください。ですね、まず今日、本当は平行物販したかったんですけど、まあ、この後ビンゴ大会があるということで、その準備のために、終演後物販させていただきます。後ろの方、ここから見るとトッティちゃんの机の隣に、今ここで手振ってくださってる方がうちのスタッフでございます。トッティちゃんの席の横、みひろちゃんの席の横で物販させていただいておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お話だけでも大丈夫です。で、もう一つ、5月16日ここよね、はい、ここ三原リージョンプラザでまだ、今日はデカフェス、今度はロコドルパーティーがございますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければ嬉しいです。今日ねみんながね約束守ってくれとるけんね、きっとできると信じています。楽しもうね。はい、あともう一つ、15日、そのロコパの前日に岡山でちょっともしかするとイベントに出させてもらえるかな、どうかなみたいな、ちょっとね、あの状況が状況なのでわからないんですけども、まあ、確定次第、ツイッターなどで報告させていただきますので、ぜひぜひチェックしてください。それでは最後の曲に参ろうと思います。って言ったことにするね、ありがとうありがとう、嬉しいです。最後の曲はね、いつもやらせてもらっているあの曲です。あの、もともとコールないんでね、あの手拍子とかで乗っていただければ嬉しいです。では最後の曲聴いてください。合言葉2。Bye.